かりしてください。さっさ、しっかり。血止めの塗り薬でござる。よく効かずです。お使いなされ。ありがとうございます。あなた様は？いや、それがしはその、ちょっとごめん。紅蓮の炎とともに滅び去った豊臣秀吉。天下はすでに大御所家康の後を継ぐ二代将軍秀忠のもと、徳川の時代に入っていた。だがこの山深い湯治場に身を寄せ合うのは、豊臣の血を受け継ぐただ一人の秀頼の忘れがたみであり、そしてその母である。秋月六郎太はその親子を救って立ち去った。徳川の子と生まれながら徳川の世に入れられず、虚しく山野を流浪するこの若者は、己が恐るべき争いの渦中に巻き込まれていることを知っているのか。ただ湯煙の中を歩み続ける。しばらく、しばらくお待ちくださる。お手前はあの三人連れがどこの何者かとご存知でござる。ご存知の上でお助けなされたのか。お主は知っているのか。それがしはその知っている顔だな。やむを得ぬ事情で。言い訳には及ばん。俺も察しはついている。街道至るところに落ち尖りの触れが出ている。あの三人もおそらく大阪方ゆかりの者であろう。それがでござる。ただのゆかりの者などではござらんぞ。お手前の胸の内を伺ってからお教えしようと存ぜる。俺の胸の内？さよう。いかがでござるか。別に聞きたいとは思わん。あの三人が大阪城のたとえ誰であろうと俺には全く関わりはない。無縁のことでは、なぜお助けなされた？わからん。あ、多分なんでござるか。気まぐれであろう。そんなことはないでしょう。お主、俺のことを気にするよりも湯煙の中に逃げた男はただ者とは思えぬぞ。七兵衛。あの男はあのままおとなしく引き下がることはあるまい。急いでここを移しましょう。手前がお手伝いつかまつる。先ほどのあの男、また現れてくる恐れがござる。あの男、まことにもって執念深い男でございましたな。さあ、急ぎましょう。されたら男の子じゃないぞ。うん、大丈夫。そうか、えらいえらい。坊やはただの坊やじゃないんだぞ。なんといったって豊臣秀頼公のたった一人のお子様なんだ。法太公殿下のお孫様なんだ。あなた様はどなた様でございましょう。どうしてご存じなのでしょうか。さよ、それをまだ申し上げておりませんでしたな。実はそのいずれまたご説明いたしますが、ただ一つだけお約束いたします。それがし、少なくともただいま現在決して怠惰はござらん。行きがかり、いや
行きがかりと申すわけではございませんが、成り行き上誠心誠意お手伝いいたしておるまででござる。いやどうもそのあたり我ながらご説明いたしかねて。さあ参りましょうか。すぐにお手配なされ。何？桂宮蓮子とその子供はこの山街道の奥におります。まことだ。ただし浪人者が一人桂宮についており。浪人者？その浪人者を捕らえるのが先決でござろう。大阪方の残党か？かと思われます。そうか、桂宮にはやはり大阪の残党がついてきたか。七兵衛、その浪人も。はい、休め。手前どこへ行かれる？お主、身なりは聞こえだがその眼光その物腰牛だな。しかも戦場往来数知れぬ古つわものであろう。それがしのお尋ねにお答えいただきたい。お手前どこへ行かれる？それを聞いてどうする気だ。ここは普通旅人の歩まぬ山道でござる。お手替えをもし表街道を歩めぬ言われがあれば、それがし道案内いたしても構わぬ。俺を大阪方のお中土と見たのか。お主、お中土ならば手を貸すつもりらしいな。しかしそれではその命いくつあっても足りんぞ。所詮は見られる通りのよ捨て人でござる。命の火の消える時はそれがしの思いのままいたしとうござる。それもよかろう。いや武士ならばそうありたい。せっかくだが人違いだ。お中土はおそらくなんと申される。怪我人を抱えた女子供である。子供、この道はもう危のうござる。思い切って獣道を行くしかござるまい。姫宮様、どうぞ私を置いていってくださいまし。私にお構いなくお逃げくださいませ。何を言うのです。ささかそなたを置いてどうして私だけが逃げられましょう。そうだよささか、一緒に行こう。さあしっかりして、私が手を引いてくれる。若様、さすがどうしたの？若様。よろしい。この千里運転
伊賀忍者の面目にかけてお助け申す。そなた伊賀者ですか？いや、つまりその元伊賀者でございまして、今はその坊やの友達だよな。どうやら峠でござるな。ささかお休ませねば。さよう。いささか無理な山越えでござった。いや、よく辛抱なされた。さあ。ゆっくり休まれるがよい。お水を飲ませたら？ああ、それがよろしい。といって、この山の上では、誰か来る。聞こえらしいござる。御兵衛でござる。御兵衛。それなるは若君様。ああ、天いまだ宝剣を見捨てたままず、ここで姫宮様ご一行にお会いできるとは、なんたる幸運。御兵衛、そなたどうしてこのようなところへ。さればでござる。それがし、お城落城の折、武運に恵まれず、死に場所を失い、命ながらえこの山里に落ち延びておりましたるところ、にわかに大阪方落ち武者狩りを耳にいたし、最後のご奉公、せめて落ち武者の一人たりとも出会わば何かと手助けいたさんもと思い、この山道に待ち受けておりましたるところ、まさか姫宮様ご一行にお会いできるとは、なんたる、なんたる幸運。それもこれも御兵衛、そなたの忠義の賜物、嬉しく思います。なんたるもったいないお言葉。とにかくそれがし、かねて容易の隠れ場所へ。この女中は確か姫宮様お付きの笹香殿、してこの御人は。いや、それより怪我人を一刻も早く、とりあえず血止めだけはいたしとる。どうやら静まったようでござる。しばらくこのまま動かさずにおけば大丈夫かと思う。本当によかったこと、ありがとうございました。いや、お礼を言われる立場ではございません。姫宮様、今後のことについてでございますが。それがし、坊やのお相手だと。よし、おじちゃんがいっぱい取ってるからな。
方にたくさんいたぞ。さあ行ってみよう。坊や、仲良くしような。坊や、まずい。真田幸村殿が。さようでございます。密かに生存再起を企てておられるとか。戦の駆け引きにかけては古今の名将、むざむざ討ち死にされたとは思いませぬ。おそらく徳川を相手にもう一度一泡吹かせてくれましょうぞ。その時のためにも若君様は何としてでもお守りいたさねばなりません。でも御兵、私は秀屋をもうそのような身にいたさなくてもよいような気がいたします。静かな生涯を送れるよう。お言葉ではございますが、姫宮様、それでは秀頼公のお恨みは晴れますまい。幾百幾千の家臣の者どもは今もなお野に伏し地に潜り、その日の来るのをひたすら待っておりまするぞ。いかがでございます。ひとまず九州天草の追ってでござる。何、山狩りだと思われる。間違いなくここへ来る。でも今ささか動かしては。よろしい、それらしが。そなたが。お主どうするつもりじゃ。任せてくれ。娘一人隠し通す必要ある。それよりお二人。名古屋だ。改める。長い間使ってないらしい。とんだ骨折り損だったな。よカツラの宮蓮子とその子供をもらい受けることに決まっている男よ。大阪城にその人ありと聞こえた。お先手一番組組頭、野村五兵衛元春じゃ。出ろ、いざ。さあ早く、今のじゃ早く。夜の山中では追っても動きが取れまい。ご無事で逃げられたことだろう。運転さん、んねえ、お話しして。あなたは本当は私たちを
捕まえに来た人じゃないの？うん。あんた本当に気持ちの綺麗な娘さんだな。だから何でもよくわかるんだよ。その通り、俺は伊賀の忍者だ。徳川に頼まれてあんたたちを捕まえるのが俺の仕事だ。やっぱりそうだったのね。しかし今絶対あんたたちを捕まえて徳川に引き渡すつもりはない。それは本当だ、信じてくれ。分かってます、とてもありがたく思ってるの。でもどうしてですか？いや、どうしてですかって言われるとちょっと困るな。あんたたち見てたらなんとかこう助けてあげたいなって気持ちになってしまったんだよ。実は俺の上の妹にあんたとってもよく似てるんだよ。ああ徳川から前金さえもらってないやな。前金？いや、こっちの話だ。あなたって本当はとってもいい人なのね。そんなことはない。運転さん、までして何事だ？先ごろご公儀よりお達しのありました大阪城桂宮蓮子とそのこのことについてでございます。おお、当地には回ってきそうにないか。それがでございます。それがしのもとへただいま知らせがありましたが、雛にはまれな親子が二人宿場の吉井宿に泊まっておるそうにございます。バカを申せ。豊臣秀頼が情けをかけたという高貴の女性とその子が吉井宿なんてに泊まるものか。お代官、そこでござる。その子はいつ大阪へ行くのかと聞き、母親にひどくたしなめられたと申します。何、バカとか。ささこはいつ来るの？病気が治ったらすぐに追いかけてきますよ。ひでや、人の前でささかの名前を言ってはなりませんよ。はい。ひでやはもう眠くなったでしょ。おやすみなさい。はい、お母様おやすみなさい。大阪は村はどっちですか？あっち。巡礼親子は？奥におります。村へ回れ。ふよ。桂宮蓮子とその子秀哉殿、
いえ、私どもは。子供の方が正直だな。源吾、まさに天から降ったような幸運であったな。ああ、こう簡単に捉えることができるとは思いませんでした。まさに戦国者の恩賞だぞ。4日早々京へご送いたしましょう。そういたせ。源吾、遠慮せずに杯を干せ。陣屋の役人が総がかりで二人を護送するのだ。今ここを出なければ永久に助かる道はない。出るのだ。その子供のために出るのだ。さて、今一度戦国者の恩賞の姿確かめてくるか。しかし豊臣秀頼が愛した女、大した玉じゃの。申し上げます。一大事にございます。おいおいおい、何者だ。柳生十兵衛光吉。柳生殿。大官寺沢新次郎、ただいまより桂宮連行出頭編出陣いたします。それ、はあ、では困り、念をしておく。俺は甲賀者だ。一度甲と狙ったことは必ずやり遂げる。逃げることは諦めろ。甲賀者の足は空を飛ぶ雲より速い。すべてこの俺の思いの通りに動け。湯治場で俺を襲った浪人者は誰だ。大阪の残党か、それとも雇いの剣士か。存じません。何、知らん。その色香に惹かれてきたとでも言うのか。心配いらん。高貴の子でもコアッパーコアッパー眠り込んでいるだけよ。通りかかるのを見たらすぐに陣屋に知らせろ。よいな。またお会いしましたな。大官陣屋より大阪城ゆかりのお中の二人逃げ失せたと。知らん。関わりはない。しかし六郎太殿、甲賀者七兵衛なる者より届け出が出ている。湯治宿の手にお中の親子を捕らえんとした時、一人の浪人者が来て剣を持って甲賀者を遮ったと。それがしの見るところ、その浪人者とはいかにも俺だ。それがしいつや、
ご忠告申し上げておいたはずでござる。お中土狩りに関わるときはたとえ秋月六郎太殿とはいえ、これを切ると言ったな。今またお手前は全く同じ立場におられる。それがしは柳生新陰流の一人として申し上げているのではない、大公儀直参の一人として申し上げては。俺はその抗議が気に入らん。やむを得ませぬな。お二人が刀を抜けばどちらかが傷つき倒れる。あ、もったいない、無駄なことじゃ。どうじゃ十兵衛殿、ここは拙僧にお任せくださらんか。任さぬと申してもご承知なさるまい。ああ分かっておれば。ああ結構結構。では秋月六郎太殿、参りますかの。こう、なぜ私の名を知っておられる。ああまあまあ、気にしない気にしない。ついてきてはダメよ。さあさあ参ろう。ままにしておこう。できれば二度と我々の前に姿を現さぬように願いたい。どうなされた六郎太殿。ごぼうが噂に聞く宅番和尚か。いや、何何、今はただの天下同人じゃ。江戸の偉い人に睨まれてな。かくは世捨て人よ。はあ、しかしお手前大きくなられたの。私の生い立ちをご存じなのか。まあまあ、世の中いろいろなことがある。まあまあ、こちらへ来てかけなさい。まいぞ、食べなさい。ところで六郎太殿、よかったらおかしな男に会う気はないか。おかしな男。そう、大きな船を持っておる。この船に乗って何百里、いや何千里、海の彼方の異国へ往来をしておる。もしわしが六郎太殿、お手前のお身の上ならば、その船に乗る。よかったらその男に引き合わせて死んでるが。それもよいかもしれん。所詮この国にいても行くところのない身だ。ああよし、ああそうと決まれば。ああさあさあ、食ってみないか。これはわしがつけた大根漬けじゃ。世間ではたくあんと呼んでるらしいの。ああ、千早さん、行ってきましたぞ。はい、さあ、これだ。ああ、よく効く薬じゃそうな。その代わり、タコって目の玉がひっくり返ったわい。大根漬け20本持って行って、それだけしか分けてもらえなんだ。すいません。
ああ、何の何の、あんたが謝ることはない。あんたは人助けをしただけのことじゃからな。小さいお子様の方は大丈夫です。心配はいらないと思います。ああ、やはりの。母親は無意識のうちにも子供をかばっていたのであろうの。六郎太殿、この奥の地獄岳の上から落ちたらしい親子連れがおりましての。親子連れ？ああ、さよう。ちょうど運よく灌木の茂みの上に落ちていたので助かったのじゃ。その親子のところへ案内してみよう。はい、どうぞこちらでございます。その運命など全く分からぬものだわい。たった今遠い海の彼方へ渡る気になっていたのに、またこの俗界に逆戻りするか。私がウサギを追って偶然見つけたのです。あの高い地獄岳の崖から落ちて生きていたなんて考えられないことです。あなた様はあの時の私、あなた様にもう一度お目にかかることができるような気がして、ですから今夢を見ている。夢ではない。そなたは生きている。子供と一緒に生きている。このご浪人ですか。さあ、和尚様と親しい方らしいけど。じゃあやはり徳川の侍かな。関家千早と申します。弟小太郎です。どうぞこちらへ。私は秋月六郎だ。失礼ですが、徳川のご浪人ですか。小太郎。徳川のものではない。いや、徳川に捨てられたものと言った方が早い。そうですか、失礼しました。関家と申されたが、由緒ある思われと思える。いいえ、ご覧のように名もなき者にございます。奥の二人、どういう親子かご存知か。きっと大阪城のゆかりの人と思います。夢筒の中にそういうことを言っておられました。それを知っていてかくまっているのか。そうです。小太郎。しかしあなた様もそうなのでありませんか。私は成り行きに任せただけだ。姉上、
私たちは徳川家康のために死んだ織田信次の子ではありませんか。徳川は私たちの敵ではありませんか。そうです。でもそれを口に出して何になるのです。和尚様もおっしゃったではありませんか。心穏やかに水の流れるように生きろと。私はそうとは思いません。私は織田信次の子です。だからこそ私は。私は徳川の子だ。二代将軍秀忠の子。そして捨てられた、ただ双子であるためだ。私がいれば徳川の家を継ぐ者が二人できる、ただそのためだ。私は徳川にとって全く無用の人間なのだ。お主のようにかつて私も怒りに身を震わせたこともある。そしてまた周囲を取り巻くあまりにも冷たい人の目に恐れをおののいたこともある。私は物心ついた時、すでに広い武蔵野の中に捨てられていた。それでも生きてきた。ただ一人でだ。だがお主には姉がいる。二人で生きている。一人と二人、私よりもはるかにまして。私はいつも一人なのだ。一人で来て、いつも一人で去らねばなら。焦ることはない。お主はまだ若い。はい。その剣が六郎を果てしない運命の中に巻き込んでいく。一人来たりて一人去る六郎、地獄だけの頂に輝く月がこの若者の行く道を無心に照らしていく。運命通り、千早小太郎の家にかくまわれた発行の親子を見守る秋月六郎太に勝負を挑んだのは、剣に命を懸ける美男剣士、風を起こし雲を呼ぶその対決、親子を探し求める忍びの運転と腰元佐々香が再会した時、追っ手の銃口が六郎太を包囲、絶体絶命の危機迫る。だがその隙に幼い秀屋は七兵衛の手にさらわれて、再び別れ別れとなる。次回、運命峠、千染ヶ原の夕日剣にご期待ください。